わが町和歌山プラス。この番組は海外の方や海外から来て和歌山市にお住まいの方にお話を聞いて、和歌山市の魅力を再発見しお伝えしていこうという番組です。第4回の出演者はアメリカ出身のグレッグ・ハドソンさんです。グレッグさんは和歌山市に19年在住し、和歌山市内の英会話教室でマネージャー兼講師として勤務しています。この日も小学生のクラスを担当していて、生徒の子どもたちとイラスト入りのカードを使って楽しく英会話を教えていました。そのグレッグさんの出身はアメリカ合衆国のカリフォルニア州。アメリカ西海岸に位置し、ロサンゼルスやサンフランシスコ、またアメリカ映画の中心地ハリウッドで有名ですよね。グレッグさんは日本に来てどれぐらいになるんですか？もう今年で19年経ちました。あ、最初からこの和歌山ですか？一応これ今回2回目なんです。っていうことは25年前にちょっとボランティアみたいな感じで、中国四国地方に回ってて、で大学に戻って今回は、19年前に和歌山に来ました。あ、そうですか。初めて日本に来た時の日本の印象ってどうでした？カリフォルニア州出身なんで、そんなに驚いたところが少なくて、すごく住みやすいなと思って。で2回目はこの和歌山市に住まわれたこと、ということなんですけど、和歌山市はどうでした？いやすごく好きですね。どんなところが？ふるさとの方にすごく似てる感じで、東海から1時間ぐらいなところで、みんなすごく優しいし、自然とか天気とかもすごく住みやすいし、じゃあもうここに来て19年ということは、ずいぶん和歌山市でもあちこち行かれたんじゃないですか？まだまだ行ってないところ多いんですね。あ、そうですか。はい。例えば今行こうと思えばどんなところに行きたいですか？そうですね、まだ全然紀の川の向こうの方にあまり行ってないんで、唐とか、磯の浦とかあっちの方は行ったことないんですね。あっちもね、海があってすごい素敵なところですから、今日じゃあぜひその加太に一緒に行きませんか？はい、ぜひ行きましょう。はい。秋の加太気持ちいいですよね。グレッグさん初めてですが。はい、初めてです。どうですか、来てみて。綺麗ですね。カリフォルニアでも海がありますけど、はい、アメリカにいる頃はよく海には行かれたんですか？そうですね、昔はよく行きました。こっちに来てからはどうですか？そうですね、ちょっとしか行ってないんですね。もう子供ができてあんまり忙しいんで。ちなみに和歌山ではどの海岸が好きですか？浜の宮とか好きですね。この加太はどうでしょう？そうですね、だいぶ違って全然雰囲気が違うんで綺麗ですね。加太 の街並みもご案内しようかなと思っているので。はい、いいですね。ぜひそちらも楽しみです。はい、行ってみましょう。はい、和歌山市の加太は古くから港町として発展してきました。歴史ある民家や寺社が立ち並ぶ昔ながらの風景があることから、ウォーキングコースとしても人気があります。加太の港町にやってきましたが、こういった古い港町っていうのはどのように思われますか？雰囲気はアメリカと全然違うんで、本当に、なんていうんですか、日本らしいというか、日本の、歴史が感じる町だと思います。グレッグさんはこの日本のそういう歴史や文化のどういったところに魅力を感じられますか？日本に来てお寺見たりとかいろんなところ見たりすると、なんていうんですか、作り方の違いとか、アメリカだと釘とか必ず使う
けど日本の昔のものは使わないとか。ああ、そういった細かいところまで見られるんですか。というか、お父さんがまあ日曜大工みたいな感じで小さい時からいろいろ作ったりしてたんで、それもちょっと、はい、欧米の方にとってはやっぱりこのお城だったり神社だったりお寺っていうのはとても興味深いものなんですね。そうですね、全然向こうにはそういう文化とか歴史ないので、それを見れて、まあ、日本のことをいろいろ感じるし勉強になります。あ、そうそう、加賀といえば加賀名物よもぎ餅で有名なお店があるんですよ。ちょっと行ってみません？はい、行きましょう。こちらなんですよ。こんにちは。加賀の町中にあるよもぎ餅の店にやってきました。こちらのお店では加賀の山林に生えているよもぎと杵でついた餅で作っているということです。こちらがそのよもぎ餅です。よもぎ餅いただけませんか？はい、どれしましょう。このここでのでよろしいですか？はい、はい、これがね、グレックさん、美味しいんですよ。そうですか、うん、一度食べたらもう癖になる。ありがとうございます。よもぎ餅を買って見晴らしのいい高台にある縁の行者堂でいただきました。甘さ控えめの素朴な味わいが特徴のよもぎ餅、グレックさんもとても美味しそうに食べていました。少し移動して、ひな流しで有名な淡島神社に向かいました。グレグさん、こちら来てみて他の神社と何が違うか分かりました？見られてますね、お人形さんに。そうそう、たくさんの人形にかなり多いですね。見られてますよね、はい、そうなんですよ、こちらはそれで有名なんです。日本って、はい、大事にしていた人形に魂が宿るっていうそういう風習があるので、はい、ここではその人形を納めて供養してもらうんですけど、日本のこういう文化風習っていうのはどうですか？いや、素敵ですね。すごいものを大事にしてそのまま掘るんじゃなくて、はい、素敵です。和歌山市の加賀といえば海産物が豊富で釣り人にも大人気のスポットです。加賀のマダイは全国的にも有名なブランドで、地元加賀にある料理店や旅館などで食べることができます。その中でもグレックさんが以前から行きたかったという宿泊施設でランチをいただくことにしました。この宿泊施設、高台に立っているので友ヶ島や淡路島のほか、遠くは四国の山並みまで見渡せる風景と、和歌山の海産物を使った美味しい料理で知られています。たくさんお料理目の前に並んでるんですが、はい、今日のこの献立っていうのはどういったものなんでしょうか？はい、このコース、紀州和膳というコースなんですけど、まあ、和歌山を代表した食事のメニューをいろいろご用意させていただいてます。で、まあ、加賀といいますとやっぱり鯛が有名なので、はい、鯛をしっかり食べていただこうと思いまして、はい、鯛釜飯とか鯛のあら炊きと、それからお鍋も鯛の豆乳鍋をご用意してます。でお刺身も、4種類ですね、鯛とカンパチとそれからタチウオ、もう和歌山もタチウオが有名ですし、あとマグロも天然の、マグロを使っておりますので、凍らしてないマグロ、よくマグロはね冷凍とかありますけど、はい、生のそのままですから美味しいと思います。美味しいですね。美味しいですか？はい、ちょっと甘み感じます。ああ、ありがとうございます、はい、さあ次はこちらの釜飯なんですが、はいはい、タイの釜飯ももちろん初めてですよね。初めてですね、はい、
美味しそうにお焦げもできてますので、はい、あのタイの骨からお出汁を取って、うん、でタイの身をほぐして入れてますのでタイの香りがしますのでぜひ食べてみてください。はい、いただきます。うん、どうでしょう。はい、タイの味がすごく広がって、うん、すごく美味しいんですね。いや、またこちらのこのスイーツも美味しそうですね。はい、可愛い器に入っているのこれあの和歌山ポンチ、和歌ポンですね。食べてみてください。いただきます。うん、美味しいですね。はい、ありがとうございます。入っているフルーツもすごく甘みがあって、はい、辛み、生姜の辛みは全然感じないですね。ですね、はい、すごく美味しいですね。いや、しかしこの素晴らしい景色を眺めながら美味しいお料理をいただけるなんて本当最高ですよね。ねえ、めったにないですね。もうこれだったら外国のお客様にも喜んでいただけそうですよね。はい、ね、支配にありがとうございます。この景色が何よりね一番美味しいかなとも思いますけど、うん、こちらの料理も自信を持ってお勧めできると思います。夕方になりこの日開催されていたイベントにやってきました。このイベントは和歌山市の美味しい食が集まるイベントとして知られています。グレッグさんに今日一日の振り返りと今後の活動についてお聞きしました。今日振り返ってみていかがでしたでしょうか。うん、うん、楽しかったです。どういったところが、はい、まあいろいろ知らない和歌山、うん、知ることができて見ることができて和歌山の素晴らしさ思い出しました。カラ、うん、って海っていうことしか聞いたことないので、うん、海以外のこととか、うん、そういう風景も見れて、うん、よかったです。今日はたくさん巡ってきましたがこの経験をグレックさんはどのように生かしていこうと思われますか。あ、そうですね、家族とか友達にも伝えて、まあいろんなところに今日経験したこととか和歌山の良さとか話していきたいと思います、うん、はい、ぜひこれからどん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 和歌山の良さを皆さんにアピールしていってください。はい、そうします。今日はありがとうございました。和歌山市大好きのアメリカ人グレッグさんをあっぱれ番組サポーターとして認定します。番組公式 Facebook でも番組サポーターとともにさまざまな和歌山市の魅力を発信しています。キャッスルシティ和歌山プラスで検索してください。また YouTube 和歌山市公式チャンネルにも番組をさまざまな言語で翻訳した映像を配信していますのでぜひご覧ください。今後の番組もお楽しみに。